いつもね、あの、ある意味、あの、大概古典の前にやるでしょ、こういうのって。結構溜まってるんかね。あ、こう、書きながらの思いがね。でも今空っぽい待ってください。なくなっていかないじゃないですか。なくならないじゃないですか、その溜まって。なんかね、喋ったからこれ内容に入ってるかもしれんけど、あね、あの、 古典の前は一応ほら、うん、お終わってるでしょ。はい。うん。でも終わって、はい、んであ自分はこれを出すぞって,って一応決まってるわけ。はいほんならなんやなそこでなんやな一応のキリがあるんでなんかちょっと言葉もわーっとこう、はい、なってくる。はい <laughs>、うん、あのなんとか言葉がちょっと生まれてくるし。ははい、はい。いいいなんでほら。 ギャラリートークある言うたらちょっとほらその言葉がまとまっていくいけど今何もないいやいやトークあるって言うて <laughs> いやいやトークはあるんやけど <laughs> 言葉にならないような状態でおる、うん、でも逆に言うとその今までの個展があって、うんうん、グループ展があってちょうど年も明けてっていうことでもう言うた2022までの分っていうのが、うんうん 一応区切られてるわけじゃないですかそ,のそれをちょっと振り返りながら、うん、掘り起こしていくような感じの位置づけで,で、うん。のごチェックしたって中井スタディいか。あ、僕スタディ。いやでもね、これ結構深い話かもしれないちょっと待ってくださいよ。もうトーク始まってるから。始,まって始めます。始めます。始めます。はい、始めます。<の> はい。エグチックスタディ第11回は、神戸の中井博さんのアトリエにお邪魔してます、えー。アーティストの中井博さんです。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。もうね。き始まりました、ね。<laughs> <laughs> ちょっともうこのタイトル言う前に、うん、話がもう始まってしまってたんですけど、中井さんのね、うん、その、まあ、後ろにもかかってますけど、うん、インスタの アカウント名もドローって入ってるぐらいやから、もうドローイングの作家っていう感じで、ここにも、これね、塗って、塗っちゃってるけど、線が、こう、何本かの線、一本でしたっけ一本ですね。必ずほとんど。えっとね、一本終わったら二本目やるときもある。二本目が来るときもある。まあ、線がね、 そうね、長い線が絡んでるって言っていいんかなこれもう言葉をいろいろ考えてしまうんですけどドローイングで中井さんの作品ってこう定着してる人も多いと思うんですけどなんかね僕の感想をさっき言わしてもらうとうん、うん、もちろんねその線自体にすごくあの味わいというのかあの情緒的な絵としての画面の良さって っていうのをもちろんすごく感じてすごく魅力的やなっていうふうに感じると同時に他のトークでも言ったことあるんですけどあのすごくその知性的な計算っていうわけじゃないけどあの知性的な行為の痕跡を見てるような印象を受けて中井さん本人にお会いする前に作品は拝見してるんですけど。そうですかはい この人めっちゃ賢い人やなって思っちゃったんですよね。まあ、賢いって人に言うと自分が賢いって言ってるのと同じ意味になるのであまり言うべきことでもないかもしれないんですけど、あのー、すごく知性的な人が描いたドローイングで、なおかつ同時にすごくその絵的な魅力っていうのもいろいろね、定義があるけど、その線自体、線のこの奇跡自体が持ってる、 本当にもう良さとしか言いようがないような画面から感じる魅力っていうのは同時に感じて、もうこれ、これがドローイングの姿なんやなっていうふうに思ったっていうとこからずっと見せていただいて、今もその印象がずっとあるんですけどね、うん。で、まあ、今回は、それが合ってるのかどうかも含めて、どっからこの、言ったらもう紐が絡まっているように見えるようなものを もの、ねうん、によってはその実際書いてる時間で言ったらそんなかかってないやつもあるま,、うん、まあ間がね長いと思いますけどどっからこれがこう出てきて、うん、なぜそれをまあ僕は感じたのかってほ、まあ、にもきっと感じてる人は多いと思うんですけどその謎を解き明かすのは無理やと思うんですけど、うん、そのお話をまあ片りを伺えたらなというふうに思ってるっていうのが、うん、まあ今回の,あの大きな。 なんかねあの、えー、と割と長いこう、えー、とわ輪っか、うん、あの紐みたいなものと、うん、まあ輪ゴムじゃない、うん、輪ゴムって小さいですよね、はい、もっとそういうの大きいこ,うこんな紐みたいなのがあるとして閉じた紐、そうそう閉じた紐。それをこうぐちゃぐちゃっとしたやつはまあこれ <laughs> それを描いてるわけではじゃないですけど <laughs> 結果的にそういう あなるほど。一本基本、そのさっき一本って言ってたのは。そういうことなんです。<ー>でも、こう、終わりと始まりがあるんじゃなくて、うん、こうずっと、こう、あの、限りなく、こう、ループしてるんです、ね、ループしていくんです。そう,そうか、そうか。そういうもんなんですよ、まあ。書いてる過程としては、どっかから始まって、どっかで閉じてると思うんですけど、うんうん、それは、でも、構造としては、それはないものになるんですね。うん、結果的にはもう、安全に閉じられたたも閉じてるから。 それがなんか、ほら、<ー>パッとこう床に落としたらぐジゃぐジゃっとなりますやん。はい、コードとかがほら、はいつの間にか絡まりますね。あなんでかわからんけど <laughs>。ああいう、ああいう状態ですよ。目指してるものっていうのは、うん、その、まあ言うたらコードなんかが、コード、プラグをこう言ったら、がちと刺した時にわっかになるじゃないですか。その それはこうじゃなくてもいいです紐、紐,紐、まあ言うたら終わりがない、ループした紐をバッて落とした時に、くしゃくしゃってした状態が落ちるじゃないですか。それはでも、くしゃくしゃとした紐でしかないじゃないですか。中井さんの作品は、作品であるから、鑑賞することで、人がそこに価値を見出す。ます。中井さん自身もね、できた時は、ここに価値を何らかあるのかないのかっていう、まあ、せめぎ合いみたいなものがあると思いますけど、 そこのの違いいってうはれひも,ひもでひもにこだわりますけどねこのひもをこう、まあ、床にこうフッとこうありますやん、はい、偶然でいろんな絡まりがありますよねでもいい絡まりやと思う絡まりの時もあれば、はい、えっとあこれあかんからもう一回拾うって投げようかっていうの。<laughs> ともありますやん。あ,あんで何回、何回も、何回も、こうやって、こうやって投げてたら。はい、あー、これ、これ、なかなかええやんっていうのが。あ、りますやん。それが作品になるんです。実際でも、紐を投げて、それを見習うわけじゃないでしょう <laughs> 違,う違,う違う、違う、違う。ないですよね。うん、だから、その感覚で。まあ、紐をこう、むしゃって投げてる。 うん、投げては探してる投げ,投げてはまあ見つけようとしてるような感覚で画面にこうちょこちょこずっと基本ゆっくりえっとねスピードはねいろいろなんかねいろいろなんですよゆっくりとこうやる時もあるし、うん、あのすごくあの素早く全体のこうデザイン性みたいなものが見えない。 ようにそれらに追いつかれないようにスピードを出しながらやるとか、ね、追いつかれないように自分の中の行為ではあるけど、うん、ご自身の感覚が追いつかないようにっていうことですかね自分の感覚は当然あるんですけれども、はい、そのほら何回も何回も人間ってやっていったらこうだんだん自分の中に成功体験っていうのが そういういイメージってこうなんか残るわけでら、ねはい、まあ偶然と言ってもあの残るのは残るので、うん、なんかそれにどうしてもこうあ,のあの時の感じ良かったなというのは残ってるのになんか無意識でもこう人間ってこうそういうところに近づけたいと思いっていうのは。はいはい 無意識ででもあると思うんですね、はい、無意識に慣れてたとしてもあると思うんですよ。普通はありますよね。普通は普通というか、うん、通常はいいものを作りたいっていうね、うん、感覚になるから。それを排除したとしてもっていうことですね、うん、無意識にも,も。うん、だから無意識というてのは、結局、無意識にある昔の,そのうまくいったっていうものに、うんうん 支配されているので、うん、無意識ではダメなんですよね。だから意識しないとダメです。だから意識しないと無意識のその成功したものを排除できなくなる。なる難しいですね。どこの辺レベルで無意識かっていうことで。うん、で、あの無自覚にっていうことですね。無自覚であれば、うん、その前の成功体験に引きずられるのが自然やから、うんうん、そのある種の魅力をまた後追いしてしまうというか二匹目の うん、土壌を探してしまうっていうのがそう,そうなるのが普通やから、うん、自覚的にそれをこうことなるんですかね、うんうん、自覚的に外すいうのをそのさっきのほうな輪っかの秘密みたいなのありますやん、はい そういうこう何というんやろなんか絵じゃなくてもうちょっとこう数学的な仕組みみたいなものがありますよねそう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 いうところに結構寄ってるのかなっていう感じはしますねやっぱそうですよね最初になんかこう理知的やって言ってくれはったのは知性的すごく理知的かあの理知的でもありますもちろん何かうんそうそうそう そういう,こうあの形の奥に潜んでるのがそういう,こう幾何学的っていうのか数理的な、うんうん、そういう仕組みみたいなものが実はあるのかなというふうにはんとなく思ってますけども、ね、それはまあ数学の世界で公式を作ってっていうことでやっていくんじゃなくてまあ図もね数学の世界で 一つやし結び目っていうのも数学のね一つやと思うんですけど計算で解いていくんじゃなくて行為を通して解くのでもなくそれをこう体現していくというような輪があってそれをこうクリッとねじったら二つの形ができますよねこれ自体結構不思議なことなんと思うんですよ。思いますね。でもそれも必ずその数理に従ってる話やと思うんで。 その辺りのこう結構厳然たるものと、うん、それからこうもっと何か知らないけど情緒的なものっていうのが、うん、そこでこうなんかこうふわっと触れ合うっていうのかな、うん、そういうところに出来上がってくるのがまあ僕にとっては「ドローイング」よくできた作品中居、うん、さんにとって納得,納得できるというのが<ー>、うん、まさにそれを僕は感じた。うん ですよね、中居さん自身を知らないしそんな話を聞く前に本当に、まあ、最初に見たのはねあの顔なんですよ実はうん、うん、<laughs> 横顔、うん、横顔言うてまうとあれですけど、うん、あれが湯婆紙にねこう書かれてるのを見た時にこの人は何かあのただの情長的に何かあのいい形とかいいものを探して書いてる人じゃなくて、うん、めっちゃ頭のいい人であの。 それを通して絵っていうものをあの構築しようとしているって構築でもないですけどねもうほんまにこう出来上がってくるという行為だと思うんですけどなんかドローイングの在り方としてすごく正しいものを見たというその答えが正しいというよりも在り方としてえアプローチの仕方としてあのそのね本当に描かれてるもんってポコポコっとした横顔みたいな作品なんですけど。 えー、そこからかん感じ取ったというか読み取ったというか、うん、ずいぶん前から知ってくださってたんですよね,ねそうですねあれでも、えー、あの時はまだえー、どうやったっけそのさっき言ったこうた輪っかのそういう閉じられた、はい、ドローイングってまだやってなかった 紐が絡まっ,ってなかったような気がしますね。うん、まあ,あのアトリエでこうあのやってましたけどね、うん、発表という形はしてなかったですね。ねめっちゃ考えてるなあっていう,、うん、うめっちゃ考えてるなもんなアホみたいな言い方ですけど、うん、あれねあのユポ星はね結構あれはね僕にしてはえばあの時あの。 だから元々そのあのドローイング鉛筆でやってて、うん、別の紙にやってて、はい、多分ねトレーシングペーパーだったと思うんですけどはい、はい、トレーシングペーパーにやっててでなんかそこでできたのをこう、うん、まるでこうあのスクリーンにこう投影するような形で、うん、こうイポシの上にふわっとこう浮かび上がらせたかったんで、うん、だからそのイポシのものすごく何て言うかなこうあの 質感がないですね。なんかまるでその線だけがハッと浮かび上がるような感じ。はいはいはい、白い空間の中に線がもう浮いてるような感じい、うんうん、そ,それはまさしくあのプロジェクターでも、はいえっともとのトレーシングペーパーでできたやつを。 その消した後とかね、はい、そういうのも全部含めてプロジェクターで映して、その消した後も消した後のように映して、うんうん、あの、やったのが。実際プロジェクターで映していや、ね、やりましたね。だからあの時はまだね、その一発でその、やった自分のこう何かこう、痕跡というか、はい、そういうものをそのままなんかこう見せるのが、 まだんからそうやってこう投影してあこれはもうあの、えー、っと自分で納得できたもんだからその元絵を投影してやってます。<ー>でだから元絵の部分をそのままバッと出すまでにはまだだいぶその時間がかかったんですよね、うん、自分の中で。うん、そこには何が、うん 生々しいじゃないですかその元っていうのはライブ感があって、うん、いいとも言えるじゃないですかそれがでもそれをこうそのまま出すに至らなかった理由っていうのは、うん、言葉にすると何があダイレクトすぎてっていうことですか,、うん、なんか自分の,その恥ずかしい部分とかこう幼い部分とか、うん、そういうものがやっぱりこうどうしても 見えるんでその技術的なもも、ね、なものところあんやろなんやろな線ってほらその人のなんかいろんな汚いもの出ますや、ね、ん <laughs> <laughs> まあ絵自体がそういうセンスありますけどドローイングって特に全部出ちゃいますねますこんなんはなんかこうすごくこうなやなあんまり見せたくない恥ずかしい部分だなっていうのはありますやん、ね、なるほどそう,そうですねドローイングはを見たらそこを測るそこで勝負するみたいなところありますもんね、うん だからそこで勝負するのがすごい抵抗があったんだけど、もうそこでやるしかないなって思って。線を出すしかない。うん、で、まあ,あの、こういう今のうのが始まったのはそういう,、うん、う恥さらしでいこうといや、もう僕ら、僕からしたらもう、こんな線書か,かれへんわっていう。うん、でも不思議とね、その意外とその、 こっちが恥ずかしいと思ってる、うん、自分の何かほら線って恥ずかしい自分の声えて嫌やし、うん、自分の何か越えてなんか嫌やし、うん、そういう嫌だ嫌だという自分,自分があるから、うん、あそれを出すっていうのはあの抵抗があるんだけど、うん、も,うもういいわと思って出してしまうとこれが意外とあの人に伝わるというか。 強,強烈に伝わるんだなってい,ういい方のものとしてですよね、うん、発,見発見できて嫌だ嫌だって言ってるものが人が見て何か,か,か恥ずかしいなと思うんじゃなくてですよねうそういうもんなんだなっていうふうに今も、えー、と自分で描いた絵って自分で見た時に、うん、その恥ずかしさみたいなもんっえとねよくできたっていうのはそういう恥ずかしさとか、うん、幼さとか馬鹿らしさとかそういうものが、うん、あの そういういものですねあちゃんとそれが出てるものっていうそこが真逆 <laughs> 真逆いうか,いかそのい普通に考えたらうそういうのをその恥ずかしさとか幼さみたいなものを、うん、なんでしょうねうまく克服できた完成図っていうのがの作品の完成の姿っていうのが、まあ、普通の考え方やと思うんですけど。うん そ,のそこから見ると逆になるんですね。でもそれは人に伝わった時には、うん、あのうわ恥ずかしいってなるような絵じゃないじゃないですかむしろかっこいいかっこよさの内訳はもしかしたらそれをさらしてるかっこよさなんかなっていうふうに。そんな感じしますけど,すけど、ね、僕はそう思ってますけどね。うんうん、あのねあのこうちょっと精神的にこうあの ハンディ持ってる人を教えてたりするんですよ、個人的にね。で、初めて絵を描いて、絵を習いに来るから、その絵を教えるいうか、楽しんで描いてもらうんだけど、最初はね、なんかちょっとアウトサイダーというか、おっと驚くような、こっちがおおっていうふうな、すごいこんなん描けるんやっていうような、虫の絵みたいな、テントウムシでしたから、そんな描いて。 いいなすごいなと思ってたんだけどだんだん2年3年4年ってこうやっていくとね、うん、だんだんこううまくなっていくるのが、はい、だんだんイラスト風になっていくる、ねいはい、まとまってくるんです,ますうまくなっていくるんですその人に聞いたんだかなその,あのだんだんうまくなってきてだんだん思い通りに描けるようになって でまあ昔の初めて見たやつってすごく衝撃的で僕もあれも好きやったけどねって言うてんね言うてはい、はい、<laughs> そしたらその人がねあの,あの時の状態っていうのはすごく自分の気持ち的には苦しくて病んで,病んでたって言ってはい、はい、その絵描くことすらもやん 苦しいんです、ね<う>うん、で、今そうやってこうなんていうかなこう割とこう、えー、普通にこう理解されるような絵っていうのになった時には、うん、すごく自分の心が穏やかになって<ー> <laughs> それ聞いた時に「はい、あそうなのかあのこっちはほらなんかほらそういうの求めますやん、はい、ちょっとなんかこうはい、はい、変なもの普通でない状態をね でもあのそういう書いてる本人からしたらそれはすごく苦しいことであって、うんうん、そこにも戻りたくないわけね。でもね <laughs> あのそれはそれでいいと思うんですよ。はい、だからその人がそうやってこうまあ言うたらこう社会との折り合いのつけ方とかね、はい、自分の周りとの折り合いのつけ方をそういう形であの、まあ、自分のその感覚とか 絵とか絵とか感覚っていうのをこうそこにこうまく折り合いをつけてでうまくつながるなんかそういうものが今そういう状態なんやと思うんですよね。けど僕はやっぱりその前の状態がすごくドキドキするわけ。作品見たらね。はい、でもそれって本人は、ね、嫌なの。それに近い そうだから僕らっていうのはねの結局意識,、はい、意識的にその人の持っているそのしんどい状態のところに自分を持っていくことなんですよねはい、はい、アーティストってはい、はい、多分そうすがいい作品と言われるものを、うん、自分がやろうと思ったらそういうこうなんていうか未化な状態で社会とうまく 掘り合いをつけたコミュニケーションの方法とは違うところのところへ自分を下ろしていかへんかったらあかんっていうそういう仕事をしてるんやと思う、はいはいはい、ああそういう作品でないと、うん、別に何、うんうん、かすごいものがあるだけっていう。当然さっき言ってたその恥とか、はい、そういうものはついてくるんやと思うんですよ。よくねその映画なんかでもよく言うけど。うん もうこの作品はあの監督がパンツ脱いだって言って褒め言葉ででねねうことあるんですよねだその感覚もなんか似たようなことのかなと思うけどんでしょう着飾ってこうねキュッとやって自分がそうなりたいっていう姿を無理にこう作ってどうっていうふうに言ったところでそれは別にそんな別に見たいんじゃないよっていう。 ドローイングってそういうところはまさに線を引くってことは一個一個の瞬間瞬間で、うん、その作者の判断とか手の動き、まあ、まさに手の動きなんですけど、えー、どこ通るかっていう決断したり迷ったりすることっていうのが全部画面の中に残っていく。うん 痕跡を、ね、刻んでいる行為やからあのまさに見えてしまうところが怖あの本人にとっては怖いところでもあって見る方はあの言うたらあ,のあなたはどうやったんやっていうことをその瞬間どうやったんやっていうことをこう見してもらえるというかねそののたうち回ってる姿であったりとか。 あのー、落ち着いてる時もあるかもしれんしその人の器の大きさみたいなものがそこにこう出ちゃったりすることもあるやろしねものすごく見に見方によっては見にくいものっていうのが逆に魅力的に見えたりっていうこともあるやろしっていうので、まあ、そのほんまにダイレクトなやり取りっていうのがあのドローイングやとしたら、うん、そのあえてねそのえ作品とか絵とかっていうふうに言われないっていうことはそれはドローイングに関する。 ことだと思うんですね、うん、ででやったらそのそれに対してじゃないけど「ペインティング」っていうものがあったり「うん、タブロー」っていう言葉があったりするわけですけど、うん、それはまたちょっと違う位置にくるんですかねこれもうちょっと後で出てくるのかなと思ったけどまあ,あのキャンバスにくっくっていうのは、ねうん、大きく違う、うん、木枠に貼られてそうそうこういう平滑な面になってるで地、まあ、塗りもされてて。<laughs> うん もうだからさっき言ってたその線のその出てくる線のこう恥ずかしさであったりリアリティであったりそういうものっていうのは変わらないんですけれどもただこれとかだったらこの白い白い部分っていうのはこう元の紙のままですよね、はい、でもキャンバスの場合だったらそこ色塗ってますよねうんうんあ,あうん、うん、はい全部 はいはい、画面全部に施しがされてるっていうことです、ね、そう全部塗らないとあかんのですよそうなんですか,かいやもうあかん塗,ら塗らないとあかんと思っちゃうんですんでか塗らずに置いてるとそれは未完成の状態に見えてしまう見えちゃうんですよねでか、うん、それは人の作品についてもやっぱりそうなんですか、うん みんな塗ってますやん。うん、僕塗ってない。<laughs> 塗るときはあるけど、ピたッと塗るときはあるけど、まあ、あの痕跡そのまま残してる。痕跡残すために地塗りを平滑にしてやったりはするんですけど、うんうん、でも絶対的に汚れてるから、まあうん、何もついてない部分っていうのはほぼないんですけどね。うんうん、でもね、汚れてますよね。うんうん、でここに こう形がこう線でこう形があるわけでうん、うん、けどなんかねここも結構その重要な重要度が増すというか、うん、ドローイングの場合はペインンティングドローイングはなんかもうんかここの線のこの形がなんかもうそれでいいかなっていう感じでねあえてその 雑誌から抜いてきた素材を使ったりとか指示体を使ったりとかジェストを塗ってはいてるけど、うん、その残ってるじゃないですかその元の写真なりなんかの表面がね。それがあるからまあ大丈夫みたいなところもあるんですか 紙の場合、紙のドローイングの場合は残っててもそこは問題ない。うん,、うんうん、うんとその画面全部に結構こう積極的にこう責任を取らないといけない感じがするんですけな何となく僕は。何はは、ね、で,なん,でなんでなんやろね。でもね最近ねあのこの間の古典、えー、が終わってから。はい ななんとなくその辺りがどうでもよくなってき,きたっていうのがあって、うん、ちょっとね今日はあのこの説明がすごくできにくい状態なんで <laughs> 自分でもだんだんちょっと怪しくなってきたんですよ。そ,がへそれが明らかに違うって言ってたのが <laughs>、うん、明らかに違うなんかこう分けてたところがあるんですけど、はいはい、なんかそれがね えでんで分けてたんかなというのがちょっと分からなくなってきて <laughs>、うん。前に。前にそのギャラリー301でお話聞いた時は、うん、結構明確に言われてたと思うんですよ、ね。古典、うん、の時には言うんですよね。<laughs> <laughs> そうなんですか。<laughs> 結構明確に言われてて、あ、今録画しといたよかったっていうふうにね、うん、ちょっと思ったことがあったんで、今ちょっと引っ張り出そうとしてたんですけど <laughs>、うん。 あのね、やっぱりあのこうフレームが強いんだと思いますね。枠があることによって。枠が強いんですよ。厚みがあることによって。うん、なるほどね。この枠があることによって、うん、こうよりその絵画的空間っていうものをどうしても追求しだすんだと思うんですね。だからそこを追求し,し出すっていうことをやってたのは。うん 揺らぎ出してるっていうのが今かなっていうふうに思ってますけどねんんなんもしかしたらものによってはキャンバス地がそのまま <laughs> か分からないですで、ね、今までないですよキャンバス地が見えてるのがるやつないですね <laughs> あそさすか。いっぱい見せてもらってた中で、うん、あ白いのはありますよ当然 白い地であの上にあの線だけっていうのはもちろんこれと全く同じようなものはあるんですけれども全く同じものはあるんですけれども、はい、あのねやっぱりフレームが、あのー、造形の要素になってるんですよね、うんあのー、絵画の場合は。うん、けれどもこれはフレームが造形の要素としてはちょっとい薄いんですよ。 あそういう意識で見えないっていうことですね。うん、そう見えちゃうんですよねう見える僕には。でもこれどうなんですか僕が勝手にそうやってこだわってるだけなのか。いやそれ分かりますでも私はね <laughs>、うん、そ,うそう見えるなっていうのは分かるんですけど。うん、でも何でもほらあのそれはこだわるところが正しいとか正しくないじゃなくて。はい あの作家がそこにこだわってることによって作品が生まれてくるわけでしょ。はいはい、だからその、そこの部分にこだわ、うん、だからこだわってるのが、なんかこう、正解かどうかというよりも、そのこだわりを持つことによって、やっと作家としての作品が生まれるわけだから行為が進んでいきそうですね。そうそう。だからそれはやっぱり。 僕は勝手にそう思ってるけどはい、はい、それはそう思ってあのもう作家の王道じゃないけどどなたかが言ってるのを聞いてなるほどなと思ったのはその私が言ってるその絵画の理論とか、うん、その手続きみたいなものが合ってるかどうかっての関係なくて、うんうん、その手続きを踏んでる自分とその手続き それが合ってることかかわらないその手続きとの関係の中に真実があるから、うん、あの本当に信じてそれをやることによって、うん、あの画面の中の真実性っていうのが出てくるんやっていうふうに聞いてもうセザンヌにしても何にしても、ね、あ,のあの山が美しいから変えてるっていうよりも、うん、そこを信じて変えてたセザンヌの思いの強さみたいなものが画面に残ってくるという点では今のお <laughs> の話も、うん 結局合っっててるかかどうかっていういのもね同じように言われてたけども、うん、それを信じてる自分そ,そこにこだわってしまう自分があるからそこによって生まれてくる行為っていうのは、うん、確かにだってそう思ってやってるわけなんでね真実味を帯びるという部分説得力を持つっていうのがそこしかないような気もしますけどね。えっとね順番から言うとあのドローイングってこう線を引くっていうその そこで起こる行為っていうものはねものすごくこう個人かなり個人的ですごく現象的なもんあんまりこう美術の歴史とかあんまり関係ないところで個人のそのんかこうんか生物が生きてるようなそれぐらいの美術っていう以前のね なんか線を引くっていうそういうものだと思うんですね。はいはい、であのそれはなんかこう,あのこうフレームとは関係ないような気がするんですよ。であの、まあ、それをこうあの垂直面に立ち上げてこう見る時にフレームが生じますよね。他の世界と完全に切り離された ここで切り離しますよっていうフレームが生じるわけですね。そういう意味で、そのフレームっていうものの中っていうものが、あのやっぱりこうあの、なんかしないといけない空間になるわけなんですよ、うん。で、そこでは、あの、ドローイングのさの、書くっていう時にあったような、その中すごく、あの、現象的な、その美術とか関係ない、それ以前の、 なんか、ドロドロとしたものとか、うん、そういうものと、とは違う、あの、そういうものもあるんだけど、うんこう、よりこう、あの、やっぱり美術の歴史っていうかな、どうしても僕らが、こう、その歴史の中にいる、ずーっと、まあ、さっきも言うんです例えば、印象があって、セザンがあって、ピカソがあって、フォービズムがあって、はい、で、アメリカに行って、 アクションペインティングがあって、カラーフィールドがあって、ポップがあって、ミニマルがあって、なんかもの貼り付けたりして、で、まあポストモダンがあって、ずっと言うずっとこう、あるわけじゃないですかそれが。まあ西洋ですね。ヨーロッパとアメリカとしたちですね美術史ですね。まあ今グローバルになって、まあなってますけれども、なんかそういうふうなものの、 やっぱりそれをこうバックにありながら見てるんやと思うんですよ。はい。はい、うん。だからそこでまず見方っていうものが個人の見方のようで個人の見方じゃなくなってるんだと思うんですね。うん。うん、だからそ,それがやっぱりこう絵画として見るというね、うん、ところなのかなっていうふうには思いますけどね。うん、それははドローイングの中には、うん どれ、うんご絵画として捉えて、うん、あの一個の作品として美術の作品として見るっていうこと、うん、時にも当然出てくると思います。いますはい。うん やっとしたら同じっていうような、ん。うだからそういう意味で最初同じって言ったんだけれども、うんうん、でもその絵画の場合はそのフレームっていうところで、うん、あの外の世界とこうそこをスパッと切り離して、うん、そこの中でやらないといけないっていうことが違うのかなと、うん、そのドレイン壁のドレイングの場合はそんなにスパッと切り離され,ずに見れるという、ね、切り離されずにあの僕には実続きにあるものとしてそうそう実壁に書いてあるように近いような感じで見れると。うんうん それはやっぱり物理的な物理的なよ、ね、うん、物理的な表現、ね。うん、ペラペラ,ペラペラペラなんかとか、うん、ちょっとたわんでるのかとかっていうちょっとした違いが認識を違って見せてるっていうことですよね。それはでも中井さんが勝手に言ってるだけじゃなくて本当にあのそう言われたら確かにそうやなっていうふうに見えますけどね。これなんか別に迎合するわけじゃなくて。うんうん 山岡さんがあってその絵,画絵画的にはピシッとしたこうフレームに描かれてる時に当然その切り抜かれた世界の中に描くわけでしょ、うん、だからそこで当然そのフレームとそれが描かれたものとの関係っていうものをすごく考えるんじゃないですか、うんうん、僕はたまたま窓が開いてるような感覚なんですけどねえっと窓が開いて窓の外の風景が 見えててるっていう感じですか一部切り取られて見えてるっていう状態なんで出っ張ってはいてるけど僕にとっては枠の向こう側の空間があってであの他にもあるだからはみ出すんですけどはみ出してるいろんなまあ他にもあるかもしれないものの一部だけがその中で切り取られて見えてるっていう状態物理的には出てるけど本当は穴をこう四角が空いた穴を覗いてるような感覚。 なるのでそういう点であんまり気になってないというか、うん、現実の世界とは違う向こう側の空間、うん、絵画空間みたいなものがあってそしたらこうキャンバスがあってすごいものが描かれてるその外側には。 あのその続きの世界があるという。あるという想定。そういう捉え方なんですよね。すね。全然そこはね、うん、違う。僕は違いますよね。で,ね、うん、で中井さんに前言われたのは、うん、はみ出したらあかんよっていや、<laughs> <laughs> 僕 <はね S 2> <laughs> だからそれは、僕ははみ出したらあかんと思って。はいはいはい。山岡さんは、そういう世界の見方とは違うから、むしろはみ出すべきやと思ってはるんですよ。そうそうそう。はみ出さないと、はみ出さないとあかんやん。そこで、それこそはみ出さないと、その問題が出てきてしまうから、フレームの問題が出てくるから、それをどうにもしようがないというか、手に負えないので、そこは、 穴として捉えて四角く開いた穴として捉えた方が、うん、そこに同じように責任を負わなくてもいいって僕が思い込んでる,んでる、ね、<laughs> 思い込んでるいうのは一緒にしたらダメですけど<ー> <laughs> こういう神のやつとかでもこういうふうにこうこっから。 ニョキっていう風に出てくる神の場合もそういうことがるんですよね。はい、そからそれがなんか気持ち悪いなーって思ってた、ね。<laughs> なんでここ切れてんのかなーって。<laughs> まあこれ、さっきもあるやけど、まあどっちが正しいとかじゃないとか全然それ、それにこだわってやるから生まれてくるって話になると思うんですけど、ね。行為が生まれるし、うん、説得力も出るんやと思うんですけどね。うんうん だからね僕、よくこう切り取られることによってこう画面が大きく見えるみたいなことを言う人いますよね。それがね、確かにそういう見方というのが絶対ありますよね。大きな世界があって、そのうちの一部やから、ここから広がっていく世界が想像できるんやっていう見方をするけど、日本語的な話なんだけど。 それやったら、おっきな世界の、こんなちっこいとこしか書いてへんやんっていうふうになっちゃうわけはい、はい。そうですよ。うん、<laughs> 僕は授業で言うんでね。うん、だから、その、<laughs> それが僕はあかんで、<laughs> 僕はその、この四角いのが全世界ですって言いたい。ですよね、中居さんはね。うん、そ,うそうそうそう。全世界でやりたい。だから、周りにあるよっていうこと やったらそんなの、こんなちっちゃい、こんなピってこんなしてるだけやん。<laughs> 僕は嫌なの。嫌なんです僕、ね、は嫌なんですよ。中井さんの作品の中で嫌っていうよりも、そういう作品が嫌なの。そういう作品が嫌。<laughs> が嫌僕の作品嫌じゃない。<laughs> いや、あのね、えっ、ー、とね、山岡さんの場合はね、割と武将的に見えてるんで、武将ってほら、みんなそうで,しょですね。別じゃんいですね切り取られた、<laughs> あの窓でしょ、はい、昔から窓です、ね、そうですね。後ろ作品ってね、うん。けど中小からおかしくなってきたんと思うんですよ <laughs> その辺りが、うんで。中小やのに切り取ってるのおかしいやんって思う。おかしくないんやけど <laughs> 僕はおかしいと思うそうですね。うん、だ,かだから前提みたいに今しゃべってたけど、うん、あの中谷さんの作品ってね紐がこれ遅いですけどね、うん、紐が一本実は。 絡みを取ったら一本の繋がった輪になってるっていうその仕掛けがあるっていうことと実ははみ出してないっていうね線が枠の外にはみ出さずにくっつくことはあるんですよねあるけどこう出てしまって出てまた入ってきてみたいな表現がまあないんですよねないゼロですねっていう前提で今ちょっと対立のようにして今喋り楽しんでたんですけどはいそうなんですよね輪っかがこう うん、絡まって、うん、その途中でこう切れてたら、はい、全部見えてなん。なってることかどうかわからないですそう、そ分からへんで。でそれが楽しいって思う人もいますよ。<laughs> こう、こう、外でこんななってる世界があるんやっていう想像させるのが面白いっていう人はいるけど僕, <laughs> <laughs> 僕はあかんね。<laughs> な,るなるほど、なるほど。で、ね、僕もドローイング、 ととしてて線でうーっっ画面中走ってるみたいな僕もって一緒にしてしまうとあれですけどやっててね、まあ、大きく違うのが、うん、そのむしろこだわってはみ出してるっていうのと、うん、こだわってはみ出さないっていうのが、うん、本当にこうなんか面白いぐらい違う <laughs>、うん。<laughs> でそれは何でかっていうことで今なんかお話してて、うん、なるほどなって思いました <laughs>。 で結局そこの話が分かり合うっていうか違いが分かり合うところで、はい、なぜその絵画の,その,この余白の塗りが僕はそこをどうしてもやっちゃうのかっていう話と多分つながると思うんですよだからそこの部分が分かってないと、はい、なんかさっきの話が途中でちょっと分からんっていうのがそこが分かり合ってないとあの多分つながらへんっていうか分からへんと思うす だからその真ん中にあって、そしたら当然その真ん中にあるから、その橋の、橋っていうか余白の部分があるんですよね。それがファーッと外へ抜けてたら、それは別にいいんですよ。別にそんなに気にならへなんねんけど、それがこう、完全に四角の中が全世界であるならば、うんらはい、そこはやっぱりやらへんかったらあかんやろってうろう <laughs> 全世<然>界。<laughs> でもそれはでも繰り返しになりますけど、<laughs> うんうん あの同じ四角でもこれも綺れな四角なですよね。なんでビチっとしたどっちか言ったらこれよりはビチっとした枠があるけど紙の場合はそれが気にならないっていう部分の違いですよね,、はいえー、ねそこはですね<お>気になるやつと、はい、気にならないやつと両方あるんですよ、はい、実は。 これはね、どっちかと,いうとキャンバスよりですね。そうです、ねはいはいはい。わかる。そ,ね、そこはわかる。<laughs> これはだから、そのフレームとすごく絡んでるんですよね。<laughs> うんうんうん、こんなんはもう。絡んでないですよね。うん、これも絡んでないでそうですね、うん。でもこういう絡んでるものは、なんかそこにこう、あっていう、ちょっとドキドキとするものがあって、<う>で、 こういう形のものっていうのはまた違うんか自分の中のんかドキドキがあるわけでそれをねなんかこう私はこれですよっていうところまでやっちゃうのっちょっとなんかまだ嫌やなそれをやらなあかんっていう理由はないですね別にその作家はそれでいい面がってもねいいじゃないこれもあるとでもそれは重なってる部分もあるけど 大きく異なっている部分があるっていうことですね。うんうんそうですね。その魅力の内訳としては。うんうんありますね。で、やっぱりあのこの間のさマルチにこんなドローイング並べた時に、はい、あのああいうか会場に行った時に、ね、それははっきり分かっちゃうんですよね。はい、その二種類二種類みたいなもの、形の面白さみたいなものと、はいはい、それからフレームも含めたあの何か,何か絵画として的なもの。 でこの前は全部のこちらのタイプでこました、うん、そうしないとなんかこうちょっとおかしいんですよ違うジャンルのものを並べてるような感じになるそうそうなっちゃうんですねなん,なんかお互いにこう殺し合う,うか、ねうん、不思議ですねドローイングでなんか線描いてある時っていうのはあんまりそんな意識してない、ねうん、あんまりしてないですよね、うん、僕の,あのやってるドローイングのその ちょっとなんか得意な部分っていうのは、うん、あの、それ、そ、そ、それがあるから線が生まれてくるっていうのがあるんですよ。うん。うん、そうですね。うん。だから、だからその、真っ白な、本番に真っ白な、はい、あの、画面っていうのには、<laughs> その僕のその、あの、輪っかの、これは生まれない。はい,はいはい。うん、な,なん。何らかの、その、 何かがあることになる。それに対する行為っていうのが生まれてくるっていうことですね。例えば白い紙に何かこうちょっと傷のようなものが3点ついてたとしますやん。何もなくて3点傷がついてたとしたらその3点の線をなぞってで三角かけますやん。そういうことなんですよね。 <laughs> うん、今聞いてる人によって何を言ってないんえ。そうか。わかる、僕分かりますよ <laughs>。いや、あの、何もない四角のところに私は三角を書くっていうのは、結局自分のこれから三角を書くよっていう、はいあの、頭の中に計画があって、三角を書く、はいはいはい。神聖ですよね、まさにそれはね。うん、で、そうじゃなくて、うんうん 点が3つあったとしたら、それを引っ張っていったら勝手に三角になるよっていう。はい。そそこが大事。それはだから責任の話になるんじゃないですか。結局自分の判断が何もないところにはき聞かせられないというか、責任を追いきれない部分があって、元々あった傷っていうのは自分が施したもまではないから、あのそこにえっと動機というかスタート地点をあの。 転でスタート地点を踏み出すことの責任をそこに「転化っていう言い方はあれやけど悪いですけどそれに対してどうしたかっていうことをやりたいっていうそれに対してそれがもう既にあるっていう状態です既にあるものを選んでくるところの責任はありですね。はありでじゃ放棄じゃなくて。 別に自分でその3本の線をあらかじめ引くということもやるわけだからそれは割と積極的な話じゃないですか。それとそれとだから僕の場合はそれとその雑誌の,その雑誌とかのなんかこうあのえと三角とか四角とか文字とかそういうものは一緒なんです ただそ、ね、その自分で弾くんかあのそういう,こう拾ってきたものに最初からあるのかっていうのは,はい、はい、そこは違うんだけどどう,いうのあん,まり作ってあんまりそこってあんまり別に何これを何かっていうことを決めるのが命題ではないので、うん、絵を描く時のね、うん、だからそれは別に最終的にできてればいいんやろっていうふうに思うんですけどね。うんうん 本の作品っていうのがね、うん、これ、去年、うん、一昨年からか。えっとね、去年の、あの、301だから、何月ですか、月っっ。301の時に初めて、初めて。お目見えしたんですね。はい、そうです、うんあ。僕もそれ見ても、まったいやってくれたなっていう感じで <laughs>、やってくれたなってうう大先輩にうい言うことじゃないですけど、もう、自分が何かドローイング的なものを書いてるのが恥ずかしくなるぐらいの、 出来というかね、まあ、普段からそうですけどまあ魅惑的な魅力的なその冊子上のドローイング本というかね、うん、こ,このメディアは他で見たことないですけど、うん、<laughs> これって状態としては買ってきた本とか、はいはい、あこれでもつないでありますね。ここれあの本当にこのやつ 3日ぐらい前にできたやつですわ。わ,わ、これ僕初めて。うん、初めてだと思います。画集、古い画集。古いね、画集なんですよ。ページをそのまま持ってきてるんじゃなくて、うん、わと薄い画集なんですよね。はいこんなあのもう古本屋で古本屋いうかなんかなんかで買って、はい、一いさ一冊150円。廉価言ってました <laughs> <laughs> それが原型なんですけどね、はい、ちょっと何かいろいろ作りながら描いてるうちにべりッと破れたりするので、はい、ちょっと補修したりしてますね、うんあ。もともとこの状態でつながってたものをちゃんとつながってたんですバラバラにしたやつを後でつないでるんじゃなくて、うん、ああこれ補修の関連者なんで,す、ね、ですわ関連者、うん、絵の具塗ってるとここが弱くなってベレンと。 外れたりするでしょ。ねはい、で、それをこうあの止めたりしつつ、またそれがあのなんか一つ要素になっていく。はい,、はいっいね、買ってきた雑誌の表面にジェストで、うん、地塗り剤で、だ後、うん、白く塗って、まあもちろんその塗り残しがあったりとか、うん、その透けて見えてる部分があったりして、でさっき言ってたねそのバーというか。うんうんうん これに対してどうするかっていうのがこここに展開してるわけですねこれはもう何でしょうね場としてもこのまあほんのこのガビガビになったこの本のものとしての魅力もあってなおかつここに対するアプローチまあいつもね中井さんはそうなんですけど結局。 打たれた点に対しても、引かれた線に対しても、うん、あのぼんやり見えてる印刷物に対しても、こう、それに対してこう入れるっていう行為がことごとくね、なんかもう、別にうまさを目指してないと思うんですけど、ものすごく、こうであるべき、ちょうどいい位置、完成作品としての、その、 完成度の高い何かとうじゃなくてもうこの線がここに引かれるべくして引かれてるという形が書かれるべきして書かれてるっていうことをやっててまあ開いてみた時のこのね何んんでしょうねこの衣装の魅力が凄まじくてもうこっそり持って帰りたくなる <laughs>。 買うべきもものなんですけども本当にこれねすごいなと思うんですけど <laughs>、うんね、ドローイングをねあのほらえっと紙のドローイングを会場に展示,展示する時って、はいはい、こうやっぱり並べ方ってこういろいろありますよねこれの次にこれを置いたらどうもなとかこれいけたとか。はいはい それがね結構だからこれあのまあ一枚ずつっていうか一ページずつこう書いていくわけで、はいはい、でそれは結構ねあの気になるんですよその次のページに何これがあって次にこれがっていう時のそのつながりつながりが壁並べる時に入れ替えてすんのと同じようにああそうそう同じような感じでねそのつながりっていうのもものすごく出てくる本だからはい、はい、で それもありますね。たしかにそ、ね。それがね、はい、あの、これ一個が、ここはすごくうまいこと、あの、できたとしても。こっちのページとの繋がりがこう、ダミーやったら、あの、やり直すんですよね。なるほどね。だから、そういうのも、あの、新しい要素であるあるある。あるある。あります。だから、見てて。うんうん、ちょっと残ってる印刷の形に対しての、アプローチっていうのが。うんうん、もう、凄まじく、よくできてるんですけど。 この次にこれが来るっていう時間を追った中でねそれは並べ方と一緒ですね並べ方は同時に見えるからまた違うんですけどこの作品のようにこれ来ることでええ感じになったるみたいなやつがこれね一個一個見てこの次にこれが来ることでまた一個で見るのよりも重層的な見え方をしてくるというかねめくる中でおこれ来たかみたいな感じで。 その見方も加味されたプラスされたドローイング、うん、これは何と読んでいいのかもう、うん、もはやわからないですけどね、うん、本でもあるけど本上のそうですね、まあ、こういう何がねこうあの感覚的につながっていくっていうね、うんはい、そういうまあなんかこう抽象的な物語がね、はい、あるので、うん、そういう意味じゃ本です,けどそうですね。めくっていくことで見えてくる。うん で、僕があの気に入ってるのは、やっぱりこう、こうした時に、なんかこう、オブジェとしてね、なんかすごくこう、そそら,そそらえますよね。あ、ありもうそこまで。そこは素直に。<laughs> それ好き。好きだ。これ、割とね、これ、この大きさやったら本、最近この大きさで作ってるんだけど、はい あの前発表した時にはちょっとちっちゃいでしすね、うん。このちっちゃいやつやと余計物,物感強いんですよ。これいいわ。うん、持って帰りたい。<laughs> 物感があるでそっちのが。やっぱりち、ね、っちゃいオブジェ。オブジェクトとしての。そうですね。やっぱり本になっちゃったな。はいはい。うん、なっちゃったっていう感じなんですか。うん、なそれはそれであ。これはこれでいいんだけど。 なっちゃったかなこれこなも。ガビガビの、このね、もう、これ全部これページくっい <laughs> ついてペ5、6ページくついて <laughs> これは、ちょっと素手で触るのも、ちょっと、はばかる、良さですけどね。この、またこの、うん、このね、緑の絵の具で、 書かれた後のページにもう一個緑の違う形が続いてその後にふっと鉛筆とこのねはかない赤鉛筆の線が来るっていうのがもうねなんと表現してもう僕の語彙がついていかないですけどこの演出 演出というようなもんでもないけど、演出かもしれなんですけど、演出やね。もうドキ,ドキドキドキってなるんですよね、見てると。これも、あの、絵に全然詳しくない人見たら、何言うてんのやろっていう話なのかな。これでも、誰が見てもわかるんちゃうかと思うんですけどね。うでんで、ここ塗りつぶしてあるでしょもう線じゃなくて塗りつぶしてあるんですよね、これ。ああ、それね。で、これの向かい合うように、似たような位置にこう、見てるの線がある。この関係性とね、 最後にちょこっと折るっていうね。うん、ちょこっとるね。その,あの本のほら、表紙とかさ。こ<れ>結構これヘナチョコだから。あ、はい、ょヘナチョコですね。こ, <laughs> これ。<laughs> これヘナチョコでしょこれ。これでも、表紙やからね。一番大事な部分やから。<laughs> これヘナ、ヘナチョコ。ヘナチョコがいいな。ヘナチョコですよね。<laughs> 表紙。表紙がね。 これだけ一生懸命作ったのにこれが最後へなチョコなんかできためちゃめちゃうれしく自分とかちょっとねちょっとちょっと賢い感じかなああ利口なちょっと感じす駆使してますねちょっと駆使してますね技をちょっとあるねそれねこれはなんかもう勝手につないだいうの感じがいやこれうまいですけどねでも これうまいですよ何言ってるのかわからないですけどねもう確かにこの中と比べたら表紙が脱力感がもうすごいですねでもちょっと放棄してるとこありますねこの辺も放棄してますねあの単発ものじゃないから結構あの大変なんですよ ぜ全部合わない,うるいやそうですね。うん、めくっていくたびに、うん、次にあるべきものっていうのがどんどんこうだからかなりこう塗ってるうちにどん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 こうあの分厚くなっていってでちょっとこうやってるうちにその肝心のその背の部分が壊れたりするから。 また補修して、でまた書いて。補修した感じがまたいい。ボロボロみたいな。はいはいはい。あ、でもボロの良さっていう。そうですね。近いですもね。ボロの良さ。あえて。それもわざとボロくしたいもんじゃなくて、補修してるっていう行為がね。また、その純粋性が高まるというかね。消すために引いた線とかっていうのを。まあ、もう、今は経験してるから、どっかで分かってるんですけど。中井さんも線消すときに。 消した感じが良くなるのは分かっているじゃないですか知識としてはでも良くなるからと思って書くと良、うん、くならないでしょ、うんうん、そうですね不思議ですね<これ>も <laughs> だから騙してというかね、うん、自分は消すためだけにやってますよっていうようなあの気持ちになってどっかでいい線それによっていい線できるやろなっていうそのなんか騙し合いみたいな自分の中でのこう、うん 騙し合いいみたいなね、うん、で今だってこれ好きっていうふうに言ってあったじゃないですかうん、うん、その補修した時のガビガビの感とか、うん、だからよ,そよくなるのはか知識としては分かってるんですよねうん、うん、でもあえてしないし、うん、あえてその分かってるから言うて何も破れてへんのに無理やりやめってつけたりせえへんし <laughs> 作業的っていうか、ねうんうん、そうそうそう作業,作業としてやるじゃないですか、うん、でもなんかねあの、まあ、この <laughs> 関連者貼るのはね、もう本当に作業だと思うんですけど、うんうん、そのドローイングの線っていうのは、やっぱりこれはあのあの自分の意志が必要なんうんですね。だから作為じゃなくて意志だと思うんですよ。<ー>うん、意志を持って弾くという、はいうん。だから、あの、なんかこう、偶然に力抜いて、 下手したら何か置いてくるのを待って、みたいな、そういうもんじゃなくてね、意思を持って、ここからここに引くっていうことは、は絶対、それは必須ですね。でも、その、こっからここに意思を持って引くっていうものが、あの、絵を描くっていうことと違うということなんですよね。絵を描くっていうのは逆にどう絵を描くっていうのは、あの、まあ、 壁に貼ってその時に絵になると思っててだから見ることによって絵になるんですよね全体を見ることによって絵としての判断が生まれるんだけど描くときにはそうじゃなくてこの点からこの点に意思を持って線を引くなんかそこってちょっとなんか剛然で目つぶっていくのとちょっと違うような気がするんですよね。 その紐をバーって投げたよううなっていうふうにう、ね、あ,あれはあの、ちょっと誤解読みますね。あれはだからひ、紐をこう、あの、バッと投げるっていうのは完全にこれは目つぶって尖閣と感じですね。はい、そう,そう、ね、そじゃなくて、うん、あの、まあ、実際その紐、あれはまあ、あの、なんていう説明するためにそう言ったんだけど、実際はその画面上では点があって、その点から点に、あの、 線を私は引くんです引くんだけどそれは絵を描いてるんじゃない線を引くんですよでもそこには意思があるんです作為はない作為はないです、うん、作為っていうのは全体が見えている時に作為が生まれるんだでも点から点に線を引く時というのはこれは作為が入り込み落ちてないでしょう もしかしたらちょっとブルブルと震わしながら行こうかなっねそれはさっき言とたんですけどね。微妙な位置づけのようにも思いますけどね完全なその作為なくっていう状態ってあり得んのかなとも思ったりとかな、ね、ないない,かもしれないだからそれはうまさになっていくかなっていう、うん、それをうまく出せだ見えないように、うん、あの。 見えない領域に追いやりながら線を引くっていうことがうまくなっていくんやろうなっていうふうに思って、そのうまさっていうのは必要なんだなっていうふうに思うんですけどね。その、達者の線を引くうまさじゃなくて、状態を持っていくうまさ。やっぱりなんぼ言うたところで、全く意識失ってやってるわけじゃないから、で、もちろんいい作品が欲しくて、いい作品の状態が最終的に欲しくて、そこにつなげていく行為なんで、そういう点では、 作為的ななこととをややってんん思うんですようんそういうい点でではねでも行為自体に作為がないようにせなあかんからいろ、うんうん、んな方法ね点と点をつなぐっていうこともそうやしその場を作るっていうこともそうやしそれによってあの作為的でない意思を持った。 線を引く行為っていうのができる状態をどう作るかっていうところがうまくなっていくのかなっていう。昔からほら例えば足で絵描くしたとかありましたよ、ね。はい、結局あれは行為があって、はい、その行為とそれからそれをやっぱりこう絵画として見るわけですね。はい、うんその二つっていうね行為とそれから見るっていうねあのその二つっていうものはこれどういう関係を取るかっていうのはね、はい、これなかなかもうあの 難しい答えが出ない問題だと思うんですね。そ,はい、それと同じことを言う,言うてると思うんですよ。うんうん、僕も同じようなその2つの問題に対して自分はどういう位置を取るかっていうことをやっぱりそこはこうきっちりとこうあの自覚をしておかないとなんかそこが曖昧であるとなんか妙にこう甘いあの偶然みたいなものとかねそういうものになってしまうからそれとかも。 あの最初にこう決まったイメージにこうあのたどりつくためにやっていくものとねなってしまうからその今2つのその行為性っていうそこっそていうのはまあ作業的なもので僕は置いてるわけであのそれとその見るっていうことそれはやっぱりこうあのその2つをどういうふうにこうつないでいくかとか。 距離を置くかとか、はい、そのあたりっていうのは本当に大事なことだと思いますけどねうん、うん、足で書いてはいって終わりですっていうじゃないと思うんですよはい、はい、やっぱり立てかけるわけだから、はい、まあすごく平らな話になっ,てなっちゃいますけど、はい、その絵とか僕ら専門でやってたら本当、はい、にドローイング一発見たら やるなっていかのそれ以上いらないじゃないですか逆に言うたらねその説明やないやっていうのが聞いたところでそれを補強するためのもでしかなくなるんですけどただ絵っていうのはリンゴや花が描いてるもんやって思ってる人っていうのはこっちが思う以上にまあ大多数の世界中の人日本人に限らずね。なんでそううい人が見たに これ何描いてるんですかっていうふうに聞かれることって、まあたまにはあると思うんですよ。あとどんな絵、ど絵描いてるってどんな作品作ってるんですかって聞かれることあると思うんですけどね。その時ってね、どこまで説明するんや、って難しいですよね。中井さんの作品って、さっきのね、その僕が一番わかりやすかったのは、絵画ではあるけど線のその情緒的な線がもちろん。 あるけども、それと同居するように数式のような数学的な何らかの定理とか公式みたいなものをなぞるようなその理知的な部分っていうのをどっちもこう含みながらまあある種のこの世界の構造みたいなものをなぞってる別に解き明かすんじゃなくてなぞるような行為に。 っていう風に言われた時にもうすんなり入ってくるんですよ。でもそれってあの一般的なそのお花が書いてるもんやって思ってる人に説明した時にそんな伝わらへんな気がして。例えば数学をやってる人だったとするならば、その数学がこのなんかまああの現代のその社会に何々に役に立つ かからやってるる人もいるかもいいしれないけど、うん、単に数学っていうものをやってる人もいますや学者はね。うん、本来そういうもんやって思いますけどね。いやでも意外とそう思ってない人もいると多いと思いますよ。何ら,何,ら何らかのためにやっているという、うん、数学を。まあ、数学と言わんのかもしれんけれども。ま科学科学,科学ですけどね、うん。でもなんか純粋になんかその,その部分の例えば数学のその 数字のなんか不気味さとかそういう不思議さとか何ううか何か体の知れないものに向かってそこを見て興奮してる人もいますよ、um, <laughs> はい。ん大多数根源的にはそうだと思ってるん,んですけどねだからそういうことと割と近いと思うんですよねうんだからだからそういうふうなことでまあんとなくええって言ったらこうなんかこう ほら小学校の頃からこう絵ってほらうまく描くものというか何かを映すものとか何かをうまくそれに見せて描くのがあのいい人っていうふうになってるけどそうじゃないっていうことならばまあ今言ったその例えば数学っていうもののなんかこう奥にあるなんか不思議な世界みたいなものを何かその絵っていうものでこう見せたいんやっていうふうな ことでなんか、例えば数学やってる人には話をしたりはいはいはい。数学やってる人には、ね。<laughs> 他の人伝わると思 <laughs> うん、なんやろうな。でもみんなあるんちゃいますその、経済にしても何にしても、その、経済学って結構、あの、お金儲けのためとか、老後のためのものじゃなくて、例えば貨幣っていうものの、うんうんうん もそういうものってすごくこうあのそれこそなんか人間が生み出したものなのにのの知れなないものになってますよ、ねすねすね、個人がコントロールできないしかといってどうなるか全く読めないわけでもなく何らかの法則があったりとかね。なんでこれをそういうふうに価値があると思うんやと <laughs> っからみんなが思わなければ何の価値もないようなものやったりとかっていうのの不思議さがありますね。 なんかそんなことをこう考えることで何の役にも立たないけれどもでも考えるのが面白い、うん、でもね今の話聞いてても改めて思ったんですけど結局そういう学問ってことごとくそういうもんじゃないですかもともとはその謎に迫ることに語る人を覚えるっていうところから始まってて結果的にまあ何かの役に立ったりするっていうことがあるけどねそういうもんやと思うんですけどでも。 一般の認識としては学問自体がそういうもんやと思ってない人が圧倒的に多いと思うんですよね。うん、だからその認識から説明しないと、うん、なかなか難しいなとは思うところがあるんですけど。美術やりたい高校生がどういうところに就職できますかとか聞かれたらね就、はいはい、職はあの考えに取り立て,て <laughs> なるからね。<laughs> 美術はそうじゃないですよみたいな、うん。取り返しのつかないことになりますよって言いますけどね。うん、な怒りますよね。お母さんは。うん、しょうがないですね。だからそういうなんかこう、あの、簡単に言うたらこう、ちょっとこの、なてうかな。まあ 精神的な世界みたいなものにねやっぱりもう少しこうそこで全部や,やる必要は全然ないんだけど、はいはい、なんかこうそこにふっとこうあの片足をこう置いておくっていう,うん、うん、そういうスタンスで生きないことには、うん、あのこの社会のなんかもうとんでもない 状態に飲み込ままれてていってしまっしであとはもうそこに迎合するとか、うん、無感覚になるしかしょうがないっていうに、うん、合理的に処理するるしかなくなくっていう、うん、でももう一つ別の精神世界というものの中で生きる場所があるならばね、うんうん、僕はそっちの方がいいと思うんですね。うんうん 全部それになっちゃうと生きられないわけやけれども。んでもまず物事に対するスタンスとしてね、うん、健常の美の謙虚さではなくてあの、存在としての謙虚さみたいなものをね、忘れないでおくっていうことっていうのは、ずっとあっていいんちゃうかなっていうふうに何を考える時にしても、うん、常にね、自分の捉えきれない、自分の力ではどうにもならない世界の中で生きてるっていうことを、あの意識するための 学問にしても美術にしても他の何かその衣食住以外の行為っていうのは。だからあのドローイングの一つのその線にしてもね、うんうん、虚色的っていうのかな、はい、こうかっこいいとかそういうふうな線っていうものではなくて、はい、こうなんかそう、うん、なんかすごく大切なところにつながって、はい 行くようなそういう,こう線であったりまあそれがつながって絵画であったりそういうものは最低作って自分がやっていかないとね社会の都合社会の都合この人の都合この人の都合というところで出来上がっている美術でありますよねだからそういうところはもうちょっともう興味ない,ないなっていうそういうところでやりたくないですね 今後の予定っていうほどでもないけど、うん、今そのちょうど裸境、うん、でもう可能性がキャンバスの中にも、うん、ドローイングの中にも、うん、こうある状態で今こう何かまあ展覧会という形でまた、ねうん、ある種の一,一つの結実をすることがあるうん、うん、そこに、うん、まあ向かってもおるし過程でもあるし。うん いい状態で今過ごされて,るっていうことですね、うん。なんかこう本みたいな,なんかちょっとこうあの今までになかったこう、うん、携帯をやることによってはい、はい、なんかこうあのキャンバスの絵,絵もなんかやっぱり影響してくるなと思うんですよねああ、うん、だから,だからそ,そこはちょっと分からへんところなんですよね。 わからんままでね、生てるところに僕がね、もう、ね、ちょっと来てね、ね、うん、あれこれ言葉に返させてね、ね邪魔にならなければいいなと思ってますけどもね、何も喋ってないと思いますよ。<laughs> <laughs> 僕としてはまた一つ、二つ、三つあのもう全部聞いてくださいました。いやいやまだまだきっとね<だ>聞ききれてないと思いますけど、うん、そんなね語りきれるような もう、たまじゃないって言ったら失礼ですけど、うん、作家さん、ね、の可能性っていうのは、うん、あの捉えきれないものなんで、うん、なんか捉えきれたような気にならないっていうことが今日の、あのなるほど。今しめやと思って、はい、泣きながら帰りたいと思 <laughs> <laughs> また、また続きや,やったらいいんですが。はい、あ、ぜひぜひ。はい。というわけで、 今回は中井宏さんにお話を伺いました。ありがとうございました。